はい、今回はですね、ザツキノコの生える山に行ってきます。このザツキノコ山は場所によってはね、松茸も出たりしていい山なんですけど、なかなかね、このアクセスが大変で登り降りにすごい時間がかかるので、たまにしか来ない山です。それでもね、今日はシーズン第1回目ということでね、山の様子がどんななのかっていうのをね、ちょっと探ってみたいと思います。はい、今日はね、なんか撮れるといいですね。はい、ただいま山を登り始めました。ここのところ、昔はね、僕小さい頃ですから30年ぐらい前はこのところが整然とした道になってましたが、その後いろいろ伐採作業が行われたりとか、いろんな山の手入れがなされたりして、でね、新たにこうやって作業道が作られたりして、山の形もだいぶ変わりました。この作業道は5年ぐらい前ですかね、このとこ作られて、でこれね、上登っていくようになってますけど、里の方はね、今日30度なんて言ってました。まあ令和2年はすごいキノコ大不作だなんて言ってて、でね、遅くなってから涼しくなってからね、出始めてきましたけど、今年は逆にもう早いうちからね、ダダッと出て、でこれでまた気温が上がって一休憩みたいなね、そんな感じですよね。これね、こういうのありますよね。これも食べられるキノコと食べられないやつとありますね。先を急ぎましょう。いいよ。お、なんかありましたよ。よいしょ。この中もね、なんかありますけど、この上ですね。なんだろう、これは。不思議なね、キノコがありますね。よいしょ。取ってみましょう。はい。こんな感じですね。裏から見ると、コウタケみたいな感じの、あれで、表はね、面白い、こんな、シイタケみたいな、ゴツゴツしたね、そんなキノコですね。これは何でしょう。ちょっとね、僕は、名前これ知らないんで、ちょっと持ってってね、これね、図鑑でまた調べて。よっ、ああ、見つけました。これね、この辺じゃメジャーなキノコ、正元寺ですね。いいよ。ちょうどいいサイズですね。このぐらいのね、このちっこいのが、母さんが開くと、こういうまんじゅうみたいになります。これはね、美味しくってとってもいいキノコです。まあ、正元寺は見つけたんですけどね、他のコウタケなんかはね、どうもいなさそうな感じです。いいよ。ちょっとね、まだぐるっと一周ね、回ってみましょうか。あ、今年もまた出てますね。毎年同じ場所に発生するこのカラスマイタケ、カラスのマイタケくんです。これもね、一回食べたことあるんですけどね、そんなに決して美味しいもんじゃないですよね。これは一応まあレアっちゃレアなのかもしれないですけど、もうなんかね、針もちょっと弱々しくぐにゃーっとなってきてます。やっぱりね、これ一度出ると同じところにね、何回も出ますね。ちょっと今回はこれは置いていきます。お、これは今シーズンね、初めてかもしれないですね。いやいやいや。ででん。あ、綺麗。おお。花井口ですね。リコ棒、ジコ棒とかってね、呼んでるやつです。あ、こんなに綺麗な、今シーズン初めてです。まだね、下界の方、里の方じゃ全然これ出てなくてね。いいものゲットです。はい、こうやって歩いてたらパッとね、見つけました。よいしょ。ちょうどね、出始めのところですかね。花井口ですね。わあ、虫にもなってなくてすごく綺麗ですね。めちゃめちゃ綺麗な状態です。この綺麗な状態をこれ持ち帰るのが至難の業です。これね、カゴを竹カゴに入れていってもね、ゴロゴロ転がっちゃうんでね、転がらないように新聞でくるんだりとか、まあいろいろね、やって持ち帰ってますけど、まあね、キノコの感じ、やっぱ今日が結構これだけ気温あったかいんで、本来これすごいヌメヌメしてるキノコなんですけど、これもね、陽菌ですけど、ヌメヌメしなきゃいけないのが全然ヌメってないですよね。カッサカサですよね。えらいことですよね。
ちょっとなんかね、極端ですよね。雨が降ったり、暑くなったりがね。ああ、取れちゃった。まあでもどっちみち中がね、軸がね、ちょっとあれでしたね。これの、これもそうですね。あ、いって。ああ、イガグリが刺さった。この、ちょっと下はね、傷んじゃってましたけど。この辺はまあ上にね、栗の木があるんで、栗がね、ボロボロ通ってますね。はい、こんな感じで。2、4、6個ありました。やりました。余裕持ってね、出てきましたね。まあ、SNS とかね、使ったりして、いろいろね、PR するのも、まあ、一歩間違えればね、SNS 逆に命取りだったりとかね、こういう YouTube なんかもそうですけど、まあ、自分のね、意図したことでないことがね、発信されたりとかね、なんかね、ありますよね。こうやってただ、まあ、楽しげにキノコを取ってるだけなのにね、これでしこたま儲け上がってとかね、なんかそういうような、こと言われることもねありますしね。これも裏辺に固定しめじかな。これね、上にボコンってなんか指でこう押したようなねマークが普通あるんですけど、ここの沢のやつはねないんですよね。これじゃあこれ草裏辺にだけかって言ったらね、また違うんですよね。これがね図鑑泣かせっていうかね。ああペットボトルが落ちちゃった。お茶が落ちちゃった。この下にもね生えてましたけど、なんかその、まあ、キノコ図鑑とかにはね、このキノコはこういう特徴があるとかね言われて書いてあるのにね、実際にその通りじゃないってこと結構往々にしてありますよね。まあ、これはそうですね。このところこういうね、なんかと思ってね。と思いきや、でもなんか弱々しい感じがするとかね。うん。なんか不思議ですよね。こういうのもね。ちょっと取ってっていいのか何なのかね、一瞬悩みますけどね。まあでも怪しいのはやっぱ取らないのがね、ほんと一番いいですよね。持ってってね、なんか偉い目にあっても嫌ですしね。まあこんな感じで。ね、降りていってますけど、はい、これが本日の収穫分です。カラスマイタケ、それからなんかよくわかんない紫のやつと、この面白い黒いやつと、であとは、コムソ証言寺が 1,2,3,4,5,6,7,8 と8本ありましたけど、こっちはねもう開きすぎですね。それからあと、こいつらね、花井口ですね。全然もうぬめってないですね。あの乾燥しちゃっててね。ね。それからあと、俺ね、舞茸なんですけど、舞茸実はね、原木栽培やってまして、去年から。今年2年目でね、ようやく出始めました。なんかちょっと菌が弱そうだったんで、これ大きくなる前に腐りそうだったんでね、これ取っちゃいましたけど。で、それからあとは、裏紅補填しめじ。これがまあ、この形のままね、ちょっと持ってくるの大変でね、バラバラになっちゃうと嫌なんで、まあ、袋に入れちゃいましたけど、まあ、こんな感じですね。このぐらいまあしっかりしてればね、わかりやすいですよね。はい。まあ、というわけで、本日はね、9月の半ばということもありまして、まだこんな感じの、収穫でございます。これからね、いっぱい出てくると楽しくなってくると思います。ご視聴ありがとうございました。